さんこんにちは、パッチです。今回はハロウィンにぴったり、かぼちゃ屋根の魔女のお家の作り方です。それでは早速作ってみよう。土台のレイアウトはこのようになります。最初はすべて石レンガを敷き詰めていきます。玄関部分はこのようにハーフブロックを敷きます。ところどころ石や苔むした石レンガに変えます。お家のレイアウトはこのようになります。養蜂箱には模様があるので、すべて内側から置いていきます。真ん中だけ高さが1マス分高いです。次は屋根を作っていきます。本来はオレンジ色の羊毛を使っていきますが、分かりやすいようにブロックを変えています。土で仮ブロックを置いていきます。ブロックから羊毛に変えるとこのような形になります。中が暗いので松明を置いておきます。次に屋根の縁取りをしていきます。
屋根の羊毛部分をかぼちゃや赤いサガンに置き換えています。なるべく同じブロックが重ならないようにしたり、デコボコするように置いていくとうまくいきますよ。ブロックを置き換えた後の屋根はこのような感じになります。次に外側の装飾をしていきます。まずは玄関を作ります。これは魔女が使うほうきです。こちらは魔女が混ぜてる何かです。次に内装を作っていきます。まずは仮で置いていた屋根の土ブロックを外します。
これで完成です。いかがだったでしょうか。この動画が皆さんの少しのヒントになればとっても嬉しいです。今外に集まってきているこの小さなキャラクターたちはこのチャンネルのショート動画にアップしています。このチャンネルでは可愛いファンタジー作りやすいをテーマに動画を作成しています。チャンネル登録、コメントお待ちしております。